はい、どうもしのちゃんです。ゲーセンスをやっていきますということでね、最近ちょっとね、あのゾンリュウとね破滅の騎士が貫突したのもあって、まあいつもオートでしかやらないんですが、基本的にね、ちょっとねモチベーションがてかね、そろそろ、まあ、ゾンリュウ破滅のしてるにかかわらず、結構ねゲーセンスをね、まあ、そろそろ1年経ちますが、まあ、ようやくね結構こう強くなってきたなっていうところで、ちょっとねモチベーションが上がって、うん、まあ今回のさばきの試練だったりね、頑張ってやったり、まあ普段全然画面も見てないデュエル、うん、まあアリーナだったり、マッチバトルだったりね、うん、まあちょっとね画面見ながらやるようにしてて、ちょっとねそれでちょっとハマっちゃって、うん、連日ちょっとねめちゃくちゃ、アリーナやってるんですが、デュエルやってるんですが、今までね気にしたことなかったんですが、一切今まで手つかずというか、弊社以外で気にしたこともなかった、ブレイブとフェイスね、うん、これについて今日話していきたいと思うんですけど、まあね、いろいろ調べた結果、まあもちろん弊社では70までしか上がらないのは、まあ周知の通りなんですが、まあ、70以上はね主導、まあ主導というか、まあ任意で上げていかなきゃいけないというところなんですが、とりあえずね今回はねブレイブ、うん、まあ、こっちに関してはまあもう有名だからあれなんですけど、まあ、一応ね、しのちゃん的、まあ、多分一緒かな、うん、ブレイブの上げ方みたいなのもね一応ね動画撮っとこうかなと思って、まあ、このあとねやるフェイスに関しては別動画でフェイス撮りますけど、そっちに関しては結構ね調べても載ってないことをやるので結構ねためになるんじゃないかなって、自分なりに結構見つけた時はね感動しました、うん、フェイスはね。で今回は、ね、一応ねブレイブ、こっちはねまあメジャーな感じだと思いますね、まあ、一応しのちゃんはねいつも通り、このね濡れ衣高速周回濡れ衣で、このブレイブね、この真ん中を、木槽を持ってるやつね、まあ、しのちゃんの中で持ってるのは、破滅のシテルが一番スピード速いんで、まあ、破滅のシテルにしてますが、本当はなんかシャドウリンクスとか育てていたら、シャドウリンクスとかにしたいところですけどね。ただ、まあ、現状、破滅のシテルしか持ってないので、うん。木槽ね、うん。侍の、この木槽ってやつですね、うん。さあ、そしたらね、これをね、ちょっとやっていこうと思います。でね、本当はオートでもやろうかなと思ったんですけど、どうやらね、木槽っていうのは、オートじゃ発動しないっぽいので、木槽以外のね、スキルを全部オフにしても、木槽はね、発動しませんでした。うん。この侍の、ね、この木槽ってやつね。まだちょっとジョブポイント足んなくて18ですが、うん。で、まあ、基本的にね、まあ一応、ブレイブだけじゃもったいないんで、一応召喚獣の共鳴度もね、上げつつ、まあジョブポイントでも稼げればいいかなっていうところで、まあジョブのクリスタルだったり、雫を求めてをつけてますね。うん。じゃあ行ってみましょう。まあ本当はこれね、オートでね、木槽を打ってくれれば、オートでいけるんですが、どうしてもね、うん、多分ダメっぽいんで、最初はやっぱ手動でやるしかないですね。まあ、初手でね、一応破滅のシテルが動いてくれるので、まあ、普通にこの時点でね、木槽を打つ。全員に木槽を打って、全員ブレイブが上がると。あとはまあ適当に、オートに切り替えて、適当に殲滅してもらいますね。うん、もし高速周回ということを、考えるのであれば、まあ、育成枠一枠潰してね、まあ、ユディラだったり、メディエナだったり範囲攻撃のやつ入れればね、高速周回もできるんじゃないかなと思います。うん、だから本当にねブレイブ今まで70、基本的には70度目というか、まあ、あとは普通に敵倒したら上がっていくのかな、わかんないですけど、まあ、ただ97にしたのはちょっと今日が初めてですね。うん。
まあ、これで、ブレイブで、まあ、共鳴度、ジョブポイント、あとはね、武具装備の、熟練度だったりね、やりつつ、ブレイブ上げです。うん、これがね、ちょっといろいろね、今日の朝ね、いろいろ勉強して、ちょっとブレイブ上げね、まあ、しのちゃんなりに、ここの濡れ衣でしのちゃんをやってますよっていう動画でした。うん。この後ね、フェイスの動画撮っていきたいなと思います。どうもありがとうございました。